カメルマガ2019年10月28日お楽しみさまです一般社団法人開花 GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう開花より応援しています本日の開花メッセージ成功している人は実践している人 よし人生最高にするぞと本を買って読んでいい本だっただけでは人生あまり動きません大切なのは人生は習慣で作られている成功している人は実践している人なんですこれはよく聞く言葉ですよねではその部分量子レベルでは何が起こっているか実際に 体感体験しさまざまな感情を味わった時にあなたの体内の原子の中の電子運を飛び交っているフォトンはその感情感覚で揺れてヘルツを出しています実体験をしてうわこういう言い方すると相手が泣いてしまうんだこういう言い方するとソース感状態食らうんだ こういう言い方をするとみんなが求心力を持って行動してくれるんだ。これはお話を聞いただけではその人のフォトンはそこまで揺れません。一般社団法人日本声診断協会の中島由美子先生。とっても素敵な方でめちゃ天才肌で声を拾ってフーリエ変換でどのチャクラが開いてるか閉じてるか 機械を開発されている方で、私も非常に大好きで、夫婦で婚姻にさせてもらっています。その方が面白いデータを取ってくださいました。図の左側、赤色から半時計回りに、オレンジ、黄色、点々点,点、紫、ネイビーとなるにつれて、第一チャクラから第八チャクラとなっています。開花セミナー中の 村松の声を拾ってもらったら図の左側ですが赤やオレンジが少ないつまり実践行動がないけれど青紫ネイビーなど第678チャクラが開いていますこれはお坊さんや牧師さんなど神様系の話をされる法話に近いような感じだそうですそれが開花セミナー中の声でした そして、弓子先生が、村松先生はどういったお仕事をしているのですかと聞いてくださり、私が、塾の子供たちと高こ校うこうこうで、と日常生活の生徒たちとのやりとりをお話ししました。その時の声が、図の右側です。開花セミナー中の声にプラスして、赤、 オレンジなど第一第二チャクラもしっかり出ていますつまり弾力やり抜く力地に足をつけて現場にしっかり感情もしっかり味わっているというのが出ていますつまり現場をやっていると出るヘルツです私は面白くなってでは外から来た社長で現場をやったことない社長に現場の話をしてもらったらどうですか そうししたたら赤やオレンジは出ないでですととのことでした日頃エネルギーを込めているかいないかそれがちゃんと声に出ますつまり体内のフォトンのヘルツにしっかりと現れます心を込めることそこがゼロポイントフィールド側とのつながりです「道理」孔子の論語に出てくる言葉です 理は断りとと読みますす宇宙の真理の真ことです道道は断りを実践していき形成されていくもの断りは指し示すことができるが道は見せることができない断りを実践していくことそれによって形成されていくものが道です 空手道、茶道、神道、皆、実践長年経て形成されていくものなんですね。本や講演、セミナーを通して、言りは入ります。あとは、それをいかにご自身の実践を通して、道にしていくか。私が高校の空手部時代に出会った言葉、 宮本武蔵の五輪の書では「先日を短とし万日を連とすとおっしゃっています千日三年間剣の素振りをしてやっと鍛えられ万日三十年素振りをしてやっと寝られるちなみに「寝る」という漢字は糸編の「寝る」と金編の「寝る」がありますが 金編の方がもっと練り込んでいる感じです30年その習慣がその人の道となり鍛え練られてきたものなんですね実践です倫理法人会も実践と伝えています私自身2011年頃まで仕事がいい加減でソース感状態にあり そこでのメッセージ一つ一つに心を込めるということを徹底的に取り込むことができました以来やっと人間らしく8年間は心を込めるということを実践してきています2012年の春から夏に鬱になってから今に至るまで7年間ほぼ 毎晩感謝業自分褒めを書き続けています。それが今では本になりありがたいことに世界各国で感謝業自分褒めが広がっています。2015年の4月、4番目の赤ちゃんが天国に帰ってから4年間ほぼ毎日般若心経の写経をしています。入浴時に 耳までお湯に浸かりながら、今日もありがとう、よく働いたね、と乗り物である体さんにお礼を言っています。それが非常に心地いいからであって、確実に自分のフォトンを作っているから、つまり自分の意識を作っているからですね。朝の30分、寝る前の20分、30分、 そして仕事の瞬間瞬間を心を込めるということもちろん反省する時もありますが意識的に行っていますぜひ実践していきましょうねきれいごと地に足がつかないことでは伝わりません伝わるのはエネルギーです いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では、皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。